ております。なんかお話し会が、お話し会の一部の時間がさ変わったりしたから、そう注意ですよ。1時間目こんばんは。部数のね時間が90分制になったから、今までのシングルと違うんだよね。なので皆さん、自分が撮ってるお話し会の時間を、締め切り時間とかしっかり確認してご参加ください。よろしくお願いします。待ってます。早起き頑張りたいと思います。そう、明日1日1部から5部まで、まあ、休憩の部もあるけどフル部数なのでよろしくお願いいたします。ギフト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 読みます。台湾ジョジョさん、ラブレター。いっちゃんお疲れ、お断りです。時すでにお寿司さん、お断りです。スケモンさん、バラ。朝生テレビさん、ハート。しゅんさんお疲れ、陣内さんお疲れ、風の新さんお疲れ、スプマンテさん10、朝生テレビさん、ハートギフトとハート。風の新さん、かわいい、ありがとう。シェンさん、シュンさん、テキサスのロンスターさん、 NT さん、クックさん、浦部さん、アルテミスさん10、ありがとうございます。マスク依存症さん、エビフライ。いっちゃまエビフライ。しんいちさん、白熊。陣内さん、かわいい、ありがとう。カメさん、車、車ありがとう。コロッケの車。クロさん、ペロペロキャンディ。麦田ピッポさん、しんいちさん、エビフライありがとう。ワウワウさんお疲れ、5個。あっちゃさん、かわいい、ありがとう。BD マンさん、ハート。アルさん10、コウさん10周年クマ。ミスターさん、エビフライ。しんいちさん、しんちゃんさん、みつさん、通勤急行通過駅さん10、ありがとうございます。陣内さん、エビフライ。秋間さん、エビフライ。勝負球はパムボールさん、バラ。ベンジャンスイズマイさん、流星さん、大吉さん、アンバさん、ラクさん10、ありがとう、ありがとう。春坊さん、ハートありがとう。新一さん、お断りです。大吉さん10、ありがとう。あれ読んだこれ。スカイホエールさん、ハート。カズノシンさん、めっちゃかわいい、ありがとう。おみかさん、かわいい、ありがとう。たかしんさん、花束。ダイさん、ハート。カードリさん10、マルさん、エビフライ、ハート、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。どこまで遡れたかしら。しょうさん、10周年クマとエビフライ。しんいちさん10、イモケンピさん、モリモリさん、エビフライありがとう。メタボさん、かわいい、ありがとう。ケンケン、ハト。精神さん、お断りです。まっちゃんです、お断りです。チャンレナ10、ありがとう。ソーリーさん、流星さん10、ナルシさん、ペロペロキャンディ、サンちゃんだよ10、宮口さん、ハート、ありがとうございます。ありがとうございます。とてもたくさんギフトをいただいてありがとう。お、アザージャケットのサイン届いた、よかった、ありがとう。大事にしてください。大事にしてくれたら嬉しいです。お寿司を食べに行ってきます。お、いいね。ホセでは今日回転寿司に行きました。再販決済完了いたしました。お、ありがとう、報告ありがとう。ミッチー、お断りです。なんか2個に分けてきたけど、どっちもお断りです。お断りです。バターチキンカレー鍋、何それ。バターチキンカレー鍋食べたの。西さん、お疲れ、ありがとう。回転寿司は今日はカッパのマークで食べましたカッパのマークの寿司で食べました。美味しかったです。とろ
とろしめサバ炙りと、サラダ軍艦と、あとなんかラー油の乗ってるやつ食べた。6皿7皿食べました。でもまだお腹空いてます。今成長期か。ダーソクさんエビフライ、コウジさんエビフライ、ユサナコさんお断りです、白熊さんチューありがとう、楓さんエビフライ、ヒカルさんハート、おだしさんクワドリさんジューありがとう、ありがとうございます。結構まだ入る。今は唐揚げくんが食べたい、唐揚げくんか煮物が食べたいです。アズアンジャケットのチェキ届きました。お、無事に届いてよかったです。こちらこそありっこり、いっぱい飾ったり持ち歩いたりしてくれたら嬉しいです、ありがとう。藤うさぎさん飛行機ありがとう、しんいちさん銃ありがとう、回転寿司、回転寿司のラーメンとか挑戦できずにいる。多分一回したことあるんやけど、いつもね回転寿司来たしお寿司食べちゃおうって食べちゃう。担々麺食べてんの？いいね、麺食べたいね。マリオ2さんエビフライありがとう。ありがとう。うちは未だ来ない。え？まだ来ないの？そろそろ来るかな。明日やっと取りに行けます。お、明日受け取ったらまた報告待ってます。ね、今回到着早いよね。あっちゃさんお断りです、お断り。今日はこれを買いました、これ買ったの、いてててて、イヤリング。なんかさ黒髪じゃないですか、で髪の毛も下ろすことが多いからこういうのがあった方がいいかなと思って買いました。スプマンテさんありがとう、ニッシーハートありがとう、ジロ君レインボースターありがとう。今日受け取りました。いや今日受け取った人が多いね。昨日受け取った人もいたけど今日の人多いね。明日の人もいるかな。でも明日は祝日やから配達ない人もいるのかな。はま寿司、はま寿司も行きたい、全部の寿司行きたい。陣内さん似合う、ありがとう、ありがとう。風の神さんも似合う、ありがとう。そう今日スカートも黒なんですよ。バッグと靴だけ白にしました。上着は、私さ去年アイスをいっぱいこぼしすぎて、あといっぱいきつくしてしまって着倒してボロボロになったからダウンジャケットをね処分したんよ。で今年さ暖かかったじゃないですか、だからまだダウンジャケットいっかと思ったら急に寒くなったからダウンジャケットを今日はシナノソルハさんにお借りしました最悪、借りてしまいました。トールさんアイスありがとう、流星さんレインボースターありがとう。一段と綺麗、本当なんでだ、黒だからかな、黒黒いからかね。あと前髪を今日は、前髪今日は失敗して、そう固めるの失敗してちょっとなんかダメない。小林ひろみさんハートありがとう。京もさん飛行機ありがとう。しんいちさんアイス。
ありがとう。流星30ありがとう。借りて汚さなかった、わかんない、わからん、汚したかもしれん。黒いダウンジャケットだからわからん。え、昼間めっちゃね暑かったんよ広島も。だからこの服で普通に過ごしてて、でも夜は寒かったです。夜寒かったので来ました。ダウンジャケットの選ぶ時のコツありますか？今いろんな店のやつ見てて、何が、私はフードいるかなっていうのをすっごい悩んでる。フードがあると首元がゴワゴワするじゃないですか。どう？フードいる方がいい？フードないのもおしゃれやなと思ったけど、フードがあった方が雪とか雨とかの時にさっとかぶれるし暖も取れるなって思って、どうしよう。いつもあるやつを買うの、買う時は。どうしよう。アルさん10ありがとう。谷くんハート。山崎さんお疲れ。持ち肌さんハート。今日もさんだるまありがとう。フードいらない派、フードいる派。そう、フードあると眠りやすい、それもある。そう、移動中とかね、あのネックピロー代わりにできたりするんだよね。和友さんお断りです。風紀さんかわいい、ありがとう。どうしよう、悩むね。のべちゃん飛行機ありがとう。メビウスさんハートありがとう。マトベイさんもハートありがとう。外して使ってる、あ、取り外し式。フードあると小腹が空いた時に便利そっか、隠し持てるんか。確かにな、フードあると食料入れれるな。悩んでますね。あと袖がさキュッとなってるやつと、なんていうの、こういう余韻があるやつあるじゃん、わかりますか、毛玉ある系の、毛玉つく系の素材のなんか余韻みたいな袖、あれもだし、あと丈、ショート丈のコートとか可愛いけど、ショート丈すぎると中の服が長い時にちょっとダサいじゃないですか。それで今ずっとねちょっと考えてる、どれにしようか。コカジアさんお断りです。ヤマさん10ありがとう。のべちゃんエビフライありがとう。明日福岡に行くとこでした。え明日はリリーベないぞ、明日はオンラインだよ。コカジアさんハートありがとう。中にキュッカ仕込まれてるやつ、え、それ今日見た、今日出会った、それに。パセリに会えるまであと18日のはず。じゃあ12月に会おうな、12月のパセリと。毛玉取りして暇つぶしできるね、いいね、ポジティブで。確かにね、毛玉取るの楽しいよね。フードあると初詣でお賽銭が入るとか入らないとか。おー、じゃあフードありがいいかな、悩みますね。カズノジンさんハートありがとう。ゴンベンさん10周年クマありがとう。どうしよう。なんか今さ、ブラックフライデーで安いじゃないですか、どこもかしこも、なんでも。アマゾンも始まるじゃないですかね。さ、ショッピングモールもブラックフライデー、ブラックフライデーって言ってるし、この前さ2週間ぐらい前にあのアウトレットに行って
40% オフでさらに誕生月だから 20% オフだったよって言って報告したじゃん。したら今ブラックフライデーで 50% オフらしい。だから 50% オフからの 20% オフになったかもしれん。もうちょっと待っとけば。悔しい悔しい。ブラックフライデーめ、なんか買いたいけどね。マスカラを買いましたマスカラ安かったからマスカラをネットで買ったけど、でも余計なもの買ったらね結局損しちゃうからなって思って悩みます。悩んでます。どうしようかな。先週買った加湿器が1000円引きになっててピエン。それはピエン。1000円引きでかいね。ショックやな。レネさんハートありがとう。冬のバーゲンまで待ちます。冬のバーゲンいつよ。春先いつよ。 50% オフの 20% オフはわかんないわかんない。ふくちゃんお疲れありがとう。ブラックフライデー買っちゃうよね。買っちゃうよな。ふくちゃん10周年くまと10ありがとう。悩む悩むぞ。何を買ったらいいんだろう。日用品、洗剤この前買っちゃったんですよ。シャンプー、歯ブラシのストック、何買おうかね。 ZOZO もセールするらしくて、 ZOZO もだし Amazon もだし何でもかんでもセールです。なんなのブラックフライデーって、なんでそんなお得なんですか。めっちゃ最高じゃん。ありがたい。こんばんは。パセリのグッズは残念ながら値引きにならんわ。キッチンペーパー買っちゃった。昨日買っちゃった。可愛いのはセール街、いやあるあるやん。この前アウトレット行ってさ、めっちゃ可愛いと思って一目惚れしたやつがセール対象外でした。悔しい。スマホの充電器買ってない。買わなきゃだ。それにします。モバイルバッテリーね。モバイルバッテリーとあとはメイク道具と何でしょうかな。 STA のショップブラックフライデー、もう普通の時売れんくなっちゃう。したらみんな毎年この時期に狙って購入するけ。陣内さんハートありがとう。在庫一掃セール、そうだよね。絶対にさ余計なもの買っちゃうもん。モバイルバッテリー安くなってた。結局何がいいか分かんなかった。アンカーがいいの。やっぱアンカーですか。お清めスプレーね処分したんですよ。もうねお清めスプレーに頼るのやめようと思ってね、さよならしたんですよ。アンカーがいいの。エレコムアンカー、ねアンカー最近めっちゃ流れてくる SNS でも。そうしよう。じゃあ明日 Amazon いつからもう始まってるの。 Amazon なんか Amazon さ24日からだけど先行セールみたいなやつ始まってる。先行セールと本セールは何が違うんですか。先行セールで買ったら損することありますか。待った方がいいやつ。
どっちが安い、なんで先行セールするの、じゃあもう今日からしてよ、先行セールとかするなら。なんでよ、ちょっとお得な、何の先行ですか。うん、先行でしか売ってないものがある、なんだそれ、どうしようどうしよう、ちょっと待つか、先行セールでゲットするか。22、23が先行セール、今日明日か。しゅんさん10ありがとう。どうしよう、先行セール目玉商品がある、先行のが席、いや確かに確かにそうだよね、ライブは先行の方が、そうだよな、じゃあ先行で買います、明日買おう。アザージャケット届いたよ、ありがとう、報告、飾ってください、いっぱい見つめられてください、見つめ合ってください、アザージャケットのパセリと。千本桜さんハート、しんいちさんエビフライありがとう。モバイルスピーカー、おー、え、あれは壁に映すやつ、プロジェクターみたいな、買わないのが一番のお得なんだよ、間違いないね、間違いないよな、スペサポワーク、スペサポないよな、アマゾン、でもアマプラ会員よ、アマプラ会員ですわよ。ん、昨日リコチと、あ、昨日だっけ、一昨日だっけ、リコチとさ、チリパの収録行ったら、佐竹さんがね、本紹介してくれた、おすすめの、収録外で、収録始まる前に、なんか最近出会った、めっちゃいい本があったって言って、教えてくれて、それがプライム会員だったら、読めるよって言ってたから、それも、読むのを忘れないようにしなければいけません。のぶろうさんハートありがとう、こんばんは、アブテツさんお断りです、コウさん飛行機ありがとう、何かを、いらんもんを買わないように気をつけます、ひまわりさいたさんゲームギフト、クールさん10ありがとう、なんか運転車みたいなタイトルだった、漢字3文字、運転車、運転物、なんかそんな感じのタイトルでした、佐竹さんおすすめ、なんかすごいね、ためになる話だったらしい、その本を読んで自分が常にハッピーにいればいいことがたくさん起こるよみたいなことを学んだらしいです、本当かな、じゃあ私も毎日ハッピーにしといたらいっぱいいっぱいハッピーになるかな。えだっちさん、としひろさん10、心の困りごと相談室さんハート、ちんさんハートありがとう、しゅんさんハート、きむさん10ありがとう、なんかね、わからん、見つけた、ある、どんな話かまだ見てないからわかんないけど、なんかね、なんだタクシーの運転手がみたいなのが表紙に書いてあった気がする、ボソッとこぼしたみたいな
独り言を言ったみたいな、なんかその見出しだった気がする。でまだ読んでないから分かんない。クワドリさん、ジンダイさん、コウさん、ジュありがとう。老人形さん、タコとラブレターありがとう。買いたいもの、買いたいものたくさんあるんですよ。でも何を買いたかったか思い出せないの。モバイルバッテリー、私2ヶ月ぐらい前から買いたいって言ってるんだけど忘れてたし、でマスカラもうストックがなくなるから買わなきゃ、だから絶対買わなきゃで買って、あとなんか絶対忘れてるんですよね。なんだろう、本見つけた？パセリの説明通りに書いてあった。本当？本当？見つけた？それがおすすめって言われました。スマホにメモしてます、購入したいもの一覧。でも忘れちゃうの、それすら最近。そうなんだよね、モバイルバッテリー今2個持ってるから買わなくてもいいんだけど、モバイルバッテリーの消費がねすぐなくなるんですよ最近。だから安い時に買っといたがいいなって思うけど、まだ使えるんだよねって感じです。消費が早いから買っときたいけど、別に今必要かって言ったらそうでもないよなみたいな感じ。どうしよう、もう3年ぐらい使ってるんですよ。 STU 入ってからずっと使ってるから3、4年使ってるけん、買っといてもいいかな、でもどうしようかなぐらいの難しい。結構頻繁に使うからさ、新幹線とか、新幹線で A 席じゃなかった時は大体モバイルバッテリーなので、やっぱね持ちがいい方が4時間助かるんですよね。悩みますね。悩むね。とんでもなく大きいモバイルバッテリー残してる人にたまに、どんだけどんぐらいの米俵ぐらい気になるどんなでかいの使ってる人がおる。しんいちさん、じゅんなゆうなさん、おっかさん、ハート、おっかさん、エビフライ、サゴージョさん、ラブレターとだるま、カズノシンさん、尊いありがとう。おみかんさん、10周年クマ、しゅんさん、アイスありがとう。パちゃん、確かに iPad 本当にもう2年前3年前に一番安い Amazon のやつを買ったけん、新しくするのもありだし、どうしよう悩みます、悩んじゃいます。悩んでるうちにブラックフライデーが終わります。こりゃスカイホエールさん、山崎さん、ジュ、いっくん、ペラペラキャンディーありがとう。私の容量どれくらいだろう、わからん。もうね、塗装が剥げててなんて書いてるかすらわかんなくて、どのサイトで買ったかもわかんないから確認のしようがないけど、結構持ちはする。 2,3 回分充電はできるけど、昔はもっと元気だったよなみたいな感じ。ふわふわさん、10ありがとう。アイロンね、あ、アイロンこの前したんですよ。あのあれ、これこの前ショールームでやるって言ったスチームアイロンね、自分でやってみたんよ。使えました、使えたけど全然シワ伸びなくて
あのチェキ会じゃなかった、うん、アザージャケットサイン会の時にあの付け襟がねワンピースについてるやつで、その付け襟のシワを取りたかったんだけど、なんかこれ全然伸びてくれんかった、むずかった。頑張ってスチームもいっぱいかけまくったけど難しかったです。 iPad パセホームボタンあるホームボタン片言ホームボタンだった今。ホームボタンあるよ。ふうきさん10、メロンのあそこさんかわいいありがとう、くしゃとりあさん10ありがとう、こんばんは。フレーベさん白クマありがとう、森健銀河さんバラありがとう、ね、あの頃が良かったとかなんかもう解雇中みたいなこと言っちゃうけどさ、あの頃はもっと元気でしたよ私のモバイルバッテリー。ヒロさん白クマありがとう。そのブラックフライデーでアウター買うのもありかなとか思って。午後9時54分やばい、今日こそ22時に終わろうとしているのに話が終わりそうにない、やばい。おみかんさんラブレターありがとう、結婚と一緒、今日いい夫婦の日よ、いい夫婦の日だけどどうよ、いい夫婦の定義って分からんくない、何の定義があっていい夫婦っていうかさ分かんない、それぞれのあの物差しで。しんいちさんお断りです、こかじやさんお断りです、ふうきさん10、いっちゃん白クマありがとう、あちゃん、いいツインテールの日、あそうなの、えそうだったの今日、一切その情報は入ってこなかったよ私のところには、そうだったのか、いいツインテールの日だったんですね、また今度。くわどりさん10ありがとう、いいツインテールって何良くないツインテールって何、明日はいい兄さんの日、確かに11月23日、明日はあれやん、祝日やん、いい兄さんの日やん、いい兄さんの日祝日、ショートケーキの日ね、毎月22はショートケーキ、1週間前はリリース日、ワンワンニャンニャンの日、あ今日ワンワンニャンニャンの日やったんや、今日ぴょんぴょんブーブーウホウホはダメなんですか。ゼータンありがとう、勤労感謝の日だね、みんないつも働いてて偉いです。阿部寛さんすみっこ暮らし、すみっこ暮らしの5匹ありがとう、白熊とコロッケとエビフライとあと何やったっけ、水色のやつと緑のやつ名前なんだったかね、うほうほ、そう先週はまだ誕生日じゃなかったんですよ、まだ1週間前のパセリは25歳のパセリやったのに、今はもう26歳1週間後のパセリ、はいや1週間早っ、今日も元気に2万歩歩きました、2万3000歩ぐらい、2日連続2万歩超えしたからもう悔いはないです、いっぱい歩きました、うほうほ、
早いな、1週間早い。なんか変化あった？ないです。マジで何もない、本当にない、変化一切ないです。特になし。怖い、いつか気づく日が来るのかな。ね、Y6000歩。いや、6000歩も歩いとる方らしいよ、一般的には。この前言ってたメンバーも、今日はめっちゃ歩いたって言って6000みたいな。だから普通にパセリのメールとか取ってると来るらしい。来るみたい、感覚が。明日休みだからゾンビ倒すよ。わあ、よろしく。パセリもなんか今日まだゾンビ召喚できました。あのリュックサックの中のゾンビ召喚しちゃった、いっぱい。昨日までと思ったのに全然召喚できた。こんばんは、明日早起き頑張る。10時になる、10時になるぞ。ルーレットで時短、ね、時間短縮15時間が3つ当たった。え、最高じゃん。パセリもうすぐね、あのね、あと 1日と何時間ぐらいで本部の建設終わるから、頑張ってゲットします。時短アイテム22時になるぞ、最強になるぞ。キョンシュさん10周年クマ、マリオ2さんハート、ジロ君かわいい、ありがとう。ね、明日1時間目から、そうなの、1時間目から一番最後の部までおりますので、やっぱもっと話したいよと思ったら押し増しでぜひお待ちしております。押し増しもよろしくお願いします。ふうきさんお疲れ、ありがとう。じゃあ終わろう。頑張って資源集める。いや本部レベル、いや25行きたかったけど25厳しそうだから、せめて21は行きたいよね。頑張ります、資源集めコツコツしとく。やすべえさん10ありがとう。それでは終わる。パセリには勝っていたい、私と同じこと思ってるやん。私は誰にも負けたくないから今めっちゃ悔しいの、本部レベル負けまくりで。同じ思考なのか。じゃあ競い合おう。福太郎さんお疲れ、ありがとう。しんいちさんゲームギフトありがとう。クロさん小判ありがとう。では壇上行きます。壇上行くよ。13位ワウワウさん、12位陣内さん、11位スプマンテさん、10位カメさん、9位クワドリさん、8位山崎さん、7位しんいちさん、6位しゅんさん、5位メタボさん、4位ゆさなこさん、3位阿部ひろしさん、2位かずのしんさん、1位りゅうせいさん、ありがとうございます。それではまた明日会いましょう。おやすみなさい、バイバイ、またね、おやすみ。